その上で今回の主定理ですね、計算量に関しては次のことがあります。十進 n 桁の整数の乗算の計算量は θ の n のログ3乗ですということで、このログの記号はちょっと注意していただきたいんですが、この授業のテキストで独自に用いているんですけれども、2を定とする対数ですね。だからログ2の3でもって書き方でもいいです。一般の数学であれば。一応、n のログ3と。まあ、こういう形で整数の乗算の計算量が見積もれるというのが、この唐津波の乗算における計算量の見積もりとなります。で、この見積もりがですね、どのように行えるかというのをこれから証明していきます。まず、2の n 乗桁の整数 a と b の乗算の計算量を、まあ、t の2の n 乗というふうに表します。ただし、t の1は1としまして、ラージ n を2の n マイナス1乗と表します。で、t の1を1と置くということは、何を言っているかというと、その1桁の整数の乗算の計算量単位に、考えるということですね。で、今、ここでですね、その a と b というのは、2の n 乗桁の整数として与えられたものとします。で、この a と b それぞれ、その2の n マイナス1乗桁ですね、上位の2の n マイナス1乗桁と下位の2の n マイナス1乗桁のこう整数にこう分割して、このような形で表されるものとします。そうしますと、この時、先ほどの唐津波の方法に従いますと、この a×b というのを、その上位桁と下位桁のこの積の和ですね、こういう形でこう分割していけばいいんですよってことになるんですけれども、ここでその分割、乗算を分割したときに、どんな乗算が現れるか、どんな演算が現れるかというのをまとめますと、まず、2の n マイナス1乗桁の整数の乗算というのが3回現れます。これはここの黄色い部分でマークした、塗りつぶした部分ですね。ここは2の n マイナス1乗桁の整数の乗算と。で、計算量は、ここは2の n マイナス1乗の整数の乗算の計算量を t と書き、t の2の n マイナス1乗というふうに書きましたので、まずこう表して、で、これが3回現れるので、これの3倍というふうに書いておきます。で、これとは別に、2の n 乗桁の整数の加算が4回現れるので、計算量は、この部分の計算量というのは 8×2 の n 乗で抑えられることが分かります。このですね、この部分はちょっとこれから何枚かスライドかけて説明します。一応、この2つの結果を認めますと、全化式としては、t の2の n 乗イコール 3×t の2の n マイナス1乗プラス 8×2 の n 乗っていう全化式を解いて、この t のですね、数列を解くということになります。まあ、数列をその n に関する平式で表すということになります。さて、ここのですね、今、2個目に述べた、この2の n 乗桁の整数の加算がここで4回現れるということの内訳をこれから説明します。まず、この、唐津波の方法による展開の中で、a1-a0 と、それから b0-b1 ですね。これは、それぞれ2の n-1 乗桁の加算ですので、2つ合わせて2の n-1 乗桁の加算2回現れることが分かるんですけれども、これをその合計で2の n 乗桁の加算1回とみなします。これはいいですかね。うん、でそれから、次に、この括弧の中の計算ですね。今のこの部分、a1-a0×b0-b1 と、それから a1b1 と a0b0 のこの加算の計算量を見積もるんですけれども、これそれぞれの数はですね、2の n-1 乗の数の積ですから、それぞれは2の n 乗桁の数なわけですね。ですので、この計算というのは2の n 乗桁の加算が2回行われていることになります。で、しかしですね、この部分を実際に見てみますと、これは実は何を表しているかっていうと、それぞれその a1b1×10 の 2n 乗の
大きさですね、大きさの範囲、それから桁の範囲ですね、それから真ん中の項の、ごめんなさい、桁の範囲、それから一番下の数の桁の範囲っていうのをこう表したものなんですけれども、こうして見てみますと、実は A0、B0 っていう数と、それから上位桁の A1、B1 かける10の 2N 乗っていうところの数っていうのは、桁が重なってないんですね。で、しかも、この真ん中の数の桁が、まあ、上と下の数の桁にこう半分の桁ずつこうオーバーラップしているということで、ここでその加算が行われる回数っていうのは実質的に 2N 乗桁の加算1回が行われるとみなします。ですから 2N 乗の桁っていうのはここですね、この数の範囲、この数の範囲の桁の2、これは2の N 乗桁、数がありますから、ここで2の N 乗桁の加算がここで1回行われているというふうにみなします。以上をまとめますと、2の N 乗桁の加算が4回行われているということになりまして、でその計算量は、8×2 の N 乗で上から抑えられると。で、この8っていうのはどこでからできたかということですね。加算4回だから4じゃないのかって思う人もいるかもしれませんけれども、これは第4回の授業で出てきたんですが、1桁の加算の際の四則演算の回数は、加算2回で上から見積もられますと。まあ、1回はもちろんその桁の数を加えるとして、じゃあもう1回はどこから来るかというと、桁、繰り上がりを入れる部分ですね。繰り上がりを入れる部分を含めると、1桁の加算に、2回の加算がいるでしょうということで、2N 乗桁の加算4回であれば合計で計算量は 8×2 の N 乗で上から押さえることができるというふうにこう見なすわけです。ここはちょっとポイントですので、よく理解しておいてください。よろしいでしょうか。ということで、以上の考察でですね、この全化式が導かれましたので、この全化式を解いていきます。そこでどうするかというと、この t の2の n 乗がですね、3×t の2の n マイナス1乗プラス 8×2 の n 乗ってと表されていますが、この t の2の n マイナス1乗をどんどん再帰的にこう展開していくわけですね。t の2の n マイナス1乗っていうのは、再帰的な定義に従って 3×t の2の n マイナス2乗プラス 8×2 の n マイナス1乗っていう形で、これをどんどん展開していってですね、最終的に t の2の0乗が現れるまで式をずっと展開していきます。そうすると最終的に計算量がですね、このような形の数の和になるというわけです。で、この数の和をよく見ますと、まあ、t の2の0乗というのは定義から t の1ですね、これは1です。一方で、この残りの後ろの項ですけれども、うまくくくるとですね、これ8倍の何とかのかなとかっていう、こう、和になるんですけど、ここは実は、公比、3分の2の等比数列の和で表されることが分かりまして、ここをまとめますと、16×3 の n 乗マイナス2の n 乗という形でまとめることができます。で、それを使いますと、t の2の n 乗というのが、3の n 乗プラス 16×3 の n 乗マイナス2の n 乗。これを展開しますと、17×3 の n 乗マイナス 16×2 の n 乗となるんですけれども、この2つの項の中で、全近的により支配的になるのはこの3の n 乗の項ですから、これを最終的に θ の3の n 乗と見積もります。で、この t の2の n 乗が θ の3の n 乗という形で見積もることができたんですけれども、一方で、2のログ n 乗が n ということですので、これで最終的に t の n を出しますと、t の n は t の2のログ n 乗がこれ θ の3のログ n 乗乗になっておりますので、これで、あとはですね、この3のログ n 乗をこううまく変形すればいいんですけれども、これは定の変換を使いますと、3のログ n 乗っていうのが、3のログ3n かける、これログ2の3ですね、ログ2の3の積になるということで、この3かけるログ3の n 乗っていうのは、ちょうどこれ n になりますから、これ n のログ2の3になるということになるわけですね。まあ、最終的にこういう見積もりが得られます。で、ちなみに、このログ2の3っていうのは、
数値で言うと どのぐらいかっていうと、ログリンの差は 1.59 よりちょっと小さいくらいですから、まあ、数値で評価しますと、θ の n の 1.59 乗でよりも小さくなるという評価ができまして、で、一応ですね、ここまで来て、その、なんでしょう、これまでの古典的な乗算の計算量の見積もりをしたときには、これ、n の2乗のに比例すると出てきていましたので、若干ですが、小さくなっていると、計算量が抑えられているということが示されたことになります。ここまでが整数、十進の整数に対する、乗算に対するその唐津波のアルゴリズムのによる効率化の説明でした。ここまでよろしいでしょうか。